愛の絵作ろう。愛の絵のバッジ。愛のうさぎさんバッジ作ろう。愛の顔面バッジとうさぎさんバッジ、あとクマさんと。200個くらい作ろうかな、いろんな種類あるんだったら。あ、ラキのバッジにしようじゃ。ラキのバッジも作ろうぜ。ラキのやつも入れとくわ。めっちゃ愛も欲しい、ラキのバッジ。メモしとこう、忘れないように。ブロマイドにも、ブロマイドにも入れちゃおうかな。それはバッジだけにしよう。缶バッジ、顔面でしょ。10種100個ずつか、まあ、200個ぐらい作って通販にしても。顔面、ラッキー、ラッキー、何ミリ。でもさっき見たけど57がいいかなと思った。ラッキー、顔面ラッキー、うさぎの絵で作ろう。一応200個目標。アイとラキの通称いいね。ステッカー全然原価高くないと思う。いや、ステッカーはね、2回目のねやつから作ると思う多分。ウサギってアバターのやつ。そうそうです、そうです。うん、じゃあグッズはこの2つでいきましょう。やつはついにグッズ化されますよ。グッズ化初ですわ。あとね、チケットもね、あとね、支払い待ちの人5人くらいしかいないからね、95枚は確定で売れてます。今ありがとうございます。幸せなり、幸せなりなり。あお、ゲットしっかり、ありがとう。うん、素敵。予算が守らなきゃね。ありがたい。あ、それそれ。支払いしてない人は特定までできます。アイリショップで売ってた商品は事務所が作って、そうそうそう、
怖ってできますよ。今のところランチキの中身はランチキと、あ、違う、ガラポンの中身はランチキツーショット券になるやつ、30秒動画、私物サイン、ミサンガ10個、オリジナルキーホルダー10個、5分お話券2個、あと何かあるかな、なんか嬉しいやつ、もっと豊富にしたいんだよな。なんかもう一個 特大な特集を作りたいんだよね。うん、私物プレゼント全然いいよ。あげれるもんかな、なんか。私物何かあげれるもんあるかな。履かなくなった靴下とか。遠くの死者目犬、あー確かに遠くの死者目犬、あと何があるかな、うーん、爪やだ、ネイルしたから今爪上げたくない、何しよっかな、出演メンバーとの集合写メ、あーでもね、それはね、あー確かに確認が必要だけどねでもね、スリーショットチェキは安藤モアさんとのスリーショットチェキは多分やるんよね。マッチでガラポン限定の数量限定版品、あーなるほどね、アイリマユの酔っ払い謎プリクラ限定1名様、一気になんか下品な感じ、下品な、今でも結構種類はあるけど、なんかもう一個ひねりが欲しいんだよな。やりたくなっちゃうようなやつ、30秒、あ確かに、アイリマユ動画、アイリマユ動画、あ分かった、じゃあ、いやでもさ後日になっちゃうんだよな、後日になっちゃうからダメなんだよな、
本当はさ電話券とか作りたい。電話券とか電話券って無理だよね。公衆電話からかけることに公衆電話からかける電話券でもいいかな。不審な電話からかかってくる何があるかな。思わず回したい。30秒動画は10本か15本。でもちょっと時間がかかっちゃうから10本にしたい。で30秒動画は30秒動画と私物サインは次回の4月21日のイベントに持ち越し可能にします。もし来れる人はねそっちに回してくれるとねちょっと助かりはしますね。私物サインは特に動画もだけど。そう、この2つは持ち越し OK にします。私物サインとか書いてほしいやつとかね、きちんと考えた方がいいと思うし耳元ささやき券、え、エッチなお店エッチなお店か何かたたたき券嫌だ疲れるライブやった後にたたたたきなんてしたくないなんかあるかな。それか、特典会の日とかに特典会終了後のまた5分お話し券みたいな追加ティータイム、ティータイム。まあでもね、どこの会場を借りれるかによるから、ちょっとそれはちょっと今はやめとこう。もし行けるんだったら追加しとこう。若者みたいに TikTok 撮影券とか作る。でもこれも時間かかっちゃうんだよな。当日そんな時間ないから、やっぱ時間がかかるのはダメだな。手紙もなんかしっかり書きたいよね。デコピン本当に欲しい。愛理ちゃんからデコピンを受ける券。腹パン券ビンタ券。見に来てくれる友達に惹かれちゃうよ。バレないようにしないとあー、カフェイベント、あ、いいね。カフェイベントチケット確約券結構嬉しいんじゃないこれ。カフェイベ、カフェイベント、確約券みたいな。2枚。
ね、アイも今どうやって使うんだろうって考えてた。最初からその人の分のチケット抜いといて当日精算とかしか無理じゃない？うん、整理番号1番と2番じゃない？そもそもイベントに来てくれてた人に優先的に来てほしいっていうのはめっちゃあったんですよ、私は。そうだからメールアドレス、そのカフェイベント確約券メールアドレス書いといて、そこに基本情報とかを送ってもらって、いけるかの確認をして、でいけるってなったら当日精算になるっていう。その券持ってきてもらえばよくない？結構これ4枚各部2部あるから4枚4級ぐらい入れちゃおう。結構いいじゃん。あと4級分なんか特別なやつ欲しい。今さ2級のやつ、その5分終演後5分お話し券とカフェイベント確約券で6級でしょ。これが同じ色にしでマークシールとか貼って区別したいから、あと4級分特別なみんながうほうほってなるやつがいいな。なんかないかな。電話したかったけど、今何種類ぐらい、今はランチキーツーショット券、カフェイベントは413よりも後にチケット発売ってなると思う。うん、かそのちょっと前か、4月13のちょっと前かかな。まだうまく打ち合わせができてないので、先方の人と早くしないといけないんだけど。でも5月3日のチケットとかはね、早めに売り始めたいんで。もろもろ動かないとって感じ。チケット購入済みの方に当たっちゃう可能性、あー確かに。そうなったらリリースしよう。あ、持ってるんで大丈夫ですって。リリース。まあでもカフェイベントはね、4月13日以降にチケット売り出しで全然いいって思ってる。もう日程をね、もうだいぶ前に打ち出してるから。カフェイベントこの日は行けないっていう人もリリースしてもらって、もう一回引き直しって形になると思います。本当の好きな曲、ああね、権利の問題があるかも。ズームとかってさ、どうなんだろうね。テレビ電話券。難しいかな。なんか思いつかないな。やっぱすぐ「プリ同行」っていう言葉が頭に出てきちゃう。 今みんなこのさ特典で回したいなって思う？
乱敷ツーショット券30秒動画私物サインミサンガオリジナル愛が編んだミサンガオリ愛が作ったオリジナルキーホルダー5分お話券トークの試写券カフェイベント確約券終演後はね先方の方にね5分お話券の2名様だけの残りなら OK って言われてるんだよね。1回1,000円。エピムスの時1,000円だったんだよね。メッセージカードとかもいいけど正直サービスしすぎてるくらい。本当？前物販作ろうと思ってるよ。ちょっとサービス精神がそこそこ回してくれる？分かった。じゃあこれでいこう。ミサンが編むのとか楽しみだからさ。数制限は特に全部で300、うん、しかもね300だけど100枚分はチケットについてるから正直ランチ期とか増えるのは増えるっていうかこのまあうんうんって感じ。個別に買うの200。そうだね。ガラポン毎回やるよ。購入宣言は必要 OK？ 何回だと思う？ 3？ ?5？じゃあ5にするね。そんなみんな5回も回すかな。回してくれんの？ラブリーじゃん。ラブリーじゃんとか言って
まあでもみんな一回絶対剣についてるから、全員は一応回せるは回せるんだけどね。即売り切れるなら次回以降値上げで調整 OK。 一回4000円にするね。そうでもみんな1枚絶対持ってるから、1個全員回すことはできると思う。チケットについてるから。なんか喜んでほしいからさ、みんなに。だからなんかブロバインドの中とかにも多分100セットくらい、結構ランダム、いろんな種類、9種類200枚ん9種類を300枚かなで100セット作るんだけど、9種の写真をかける30ん1種類30枚か。90セットになっちゃうな、そしたら。まあ90セットくらいでいっか。どうなんだろう、もうちょっと欲張ってもいいの。いや90セットとかにして、この中にも3枚くらいは特大の当たりを入れときます。特大当たり入れときます。そういうの好きなんだよね。ちゃんと儲けを出してもらって、次回以降のこれで OK。 じゃあみんないっぱい特典から来てください。缶バッジもね、ブロマイドも完売できたら嬉しいです。前物販では特典券の販売と点検の販売とグッズの販売をします。オッケー。いやガラポン前物販でしてもいいんだけどさ、それはへ、あ、じゃあガラポンの前物販は、あ、どうしようかな。ガラポン前物販でやってもいい？やりたいんだよね、私的には。けどやっぱさ、最初からいいの出ちゃうとさ、なえないぽよってなる。まあ、しゃあないか、それは。ガラポンは前物販したいんだよね、私的には。混雑しちゃいそうだから、うん、カオスになると思う。前にやるね。
ね、絶対前の方がいいと思う、私も。じゃあ前にやっちゃうわ。なるべく前物販来てくれたら嬉しい。でもそこもそんな狭い、広いスペースじゃないからね。だいぶ前の時間からいてもらおう、友達に。グッズ販売にはですね、そう、狭いのよ。時間決めたらすぐ言うわ。アルバイトにはですね、あ、そう、ジャンジャカで働いてた時の、私より先に働いてたけど年的には後輩の男の子がいて、実に会うのは何、あ、でも一回会ったかな、何年ぶり、1年ぶりくらいなんですけど、その子を選んだ理由はですね、まあみんなジャンジャカで、ジャンジャカ行ったからめっちゃいいじゃん。あのすごいほのぼのして背高いんだけど、すごいなんかどっちかというとちょっと女の子っぽい、ちょお、なんて言ってんだろう、あの女性っぽいんです、喋ると、すごい女性っぽいんです、喋るお話してるとね。けど仕事めっちゃできるんですよ。そうだからその子に頼んだ。もう私はあの子の仕事テキパキ具合知ってるからさ、え、そう、ふにゃふにゃ系、一見なんか大丈夫か、仕事できんのかって思われそうな感じなんだけど、すっごい仕事しごできなんですよね。すごそう、心強いでしょ、ガチしごできなんだ。誰よりも早かったし、こうバッシングとか、あのお片付けとか。そうだね、200枚、ちょっと今やってみよう。なら無償でありがとう、それはすごい助かるんだけど、出ない、白ばっかりしか出ない。悲しい、白ばっかりしか出ない、白しか出ないんだけど、悲しい。マジで、そう、うるさくね結構うるさくねちょっと飽きた。まあ特典会の時とかは売り切れた時のように第2弾、一回あの終わったら第2弾の景品を用意しとくようにします。だから2回分リセットできるみたいな感じにしとこうかなとは思います。そう、最初特典会の初めにあの安藤萌さんとのスリーショット会が、まずあの全体集合
写メあったじゃん、ビームスの時も。次回分を入れる。うん、違う、今回の話じゃなくて4月21日の特典会だけある日はあのガラポンもやるんだけど、第1弾と第2弾を一応作っとくね。もし第1弾が早く終わっちゃった時に用に第2弾の景品分も用意しとく。4月21日の話かな、それは。そう、21はそれはできると思うから。そう、チケット販売ない。でもね、ちょっと迷ってんだよね。特典会どれぐらい来てくれるか確認したいから、無料チケットの配布めっちゃこれか迷ってて、こうライポケってさ無料チケットも作れんのよ。だからなんか例えば最初の2部はそのチケットを持ってきてくれてる人のみの入場、まあ、0円だよ、0円、0円だけど、その優先入場みたいなのもいいのかなとか思ってんだけど、でもそれ意味ないかとも思ったり、それ別に意味ないよねとか思ったりするし、こっちがただ把握できるだけだから。本当無料だといける。あ、確かに。それか500円とかにするかね。500円だけ取らせていただいて、あの一部二部はそのチケットを持ってる人のみの入場。特典券1回分でいいんじゃない。あー、なるほどね。先に払っといてもらって入場1枚付きってことにすればいいのか。頭いい。でも販売手数料かかっちゃうけど、いい、それはそれはいい。あ、それでいいじゃん。人数把握したいんだよね、結構。で、3部4部とかはフリー入場ありみたいな。だいたい何人来るかは知りたいよ、やっぱ。ありがとう、ナイスアリディア。ナイスアリディア。無料チケ買ってこないやつは把握できるからなってプレッシャー。それでも来ないとは来ないなんか無料チケ買っていいんだけどさ、こっちがただ知りたいだけだからさ。でも時間とかも決めなきゃな。あんまり早いのは嫌だから。あ、そうで、さっき言いかけたんだけど、21もスリーショ、安藤萌さんとスリーショットチェキやるんだけど、あのピムスの集合写メみたいに流れ系になる。それでもいい方はご購入ください。お流れ系になります。
それが終わり次第個人の特典会になる感じです。私だけなんだけど個人は。いや、しっかりトークはできないよって意味。そうそうそう。とりあえずなんか割と見えてきた、見えてきた、いろいろ。ありがとうございます。またなんか相談事や発表事があれば随時言いますのでよろしくお願いします。それではランキング読みます。3位ファイナルありがとう。12位5つありがとう。11位サウロンありがとう。10位赤崎ありがとう。9位 YSA733 さんありがとう。8位チャンピオンさんありがとう。7位マブロスさんありがとう。6位こげちゃんありがとう。5位くぼずんありがとう。4位たけちゃんありがとう。3位ひでくんありがとう。2位たこたこ太郎ありがとう。1位はんちゃんありがとうございました。ここからですね、頑張ります。楽しみ、めっちゃ頑張るぞ。おやすみなさい。ありがとう。